どうも、エル歌舞伎のエル歌です。はい、どうも、デロリアン林です。ということでね、何ですか？善次郎さんがね、はい、吉本のことをこう、まあ、吉本の芸人さんなんですけど、いろいろ言って、ネットニュースになってて。改めて善次郎さんを吉本の芸人さんに紹介しなくても大丈夫ですよ。あの今年爆笑の太田さんとどっちがさん付け先輩かっていうのでこう言い合いになった芸人さんいらっしゃるんですけど、はい、日刊スポーツでずっとねニュースサイト載る時の写真がかっこよすぎる、どっかの裁判所から出てこなきゃ成立しないみたいな写真だったんですけど、まあそうですね、それがね日刊スポーツさんとうとうね写真が変わりまして、変わった、なんとね、はい、その時の写真をなんか横から撮ったっぽいやつに変わったんですけどこれあすごい、これね、なんですか後ろの螺旋状のものは。皆さんね写真見てください、ね、善次郎さんの吉本の闇を感じるっていうので検索すると出てくるんですけど、お前もスクショすんじゃないよ。これがね、日刊スポーツの新たな写真流出ということで第2報かなと、日刊スポーツ第2報ということでね、フライデーはありましたけど、これどういう時の写真なのか、これも中澤武史さんにちょっと検証してもらいましょう。ユーマ研究家のね未確認生物のね、はい、後ろに UFO が5機 UFO が映ってます。前に善次郎さんにお伺いした時には、うん、先輩のなんかお葬式だったのかな、テント青空テントさんですか、はい、のねお葬式がなんかだったということですけども、ああ第2報はこれ何の時なのかっていうのを今度聞かなきゃいけないんですけど、うん、と同時にね池野メダカさんが吉本興業について聞かれて、はい、吉本興業に関しては、うん、背高くなる薬開発してくれとということで今こう芸人の鏡だってことです。さすがですね、すごいね、さすがですね、笑いで返さないでどうすんだと。多分あれですか、うん、上沼恵美子さんの圧力がちょっと効いてるのかもしれないですね。いやいや、どういうことですか。やっぱね、はい、あるんですか。だからつまんないだろ、うん、芸人はと。ああ、なるほどね。そう、文句ばっか垂れてんじゃないよと。お前ね、言葉が足りねえから、誰とかと誰かが喧嘩してるみたいになるから、すげえ説明しなきゃいけねえから。いや、今この件で言ったら上沼さんとの。上沼恵美子さんが、宮迫さんとか亮さんに肩入れしてる芸人に対して、うん、私の頃とは時代が変わった、うん、だから今の芸人はおもろないって言ったことに対して、そう池野メダカさんがボケをかましたからって、別にその二人が何もねえから。そういうことですよ、ね、もう。そういうことですけども。ねそしてね清水圭さんもブログで、18年前に岡本社長に恫喝されたことがあるっていうのを、ブログで書きまして、なるほど、で見に行ったけど全然ブログが開かなかったんで、あ消したのかなとか思ってたら、うん、混雑して繋がらないというね、アクセス集中、アクセス集中でアンビリバボですね、アンビリバボなんですけど、うん、で清水圭さんねブログではいつもその、うん、半袖に短パンで、おしゃれな格好をして、うん、斜め上を見てしれっとこう、知りませんよみたいな雰囲気の写真を出してるっていうのは実は私何年も前からチェックしてねただ発表する場がなかったんで、あ俺は知ってたよっていうのを言いたいんですけど、このお気に、うん、これを機に、でねウルルンの楽屋で決定稿を渡してくれた新人マネージャーに、うん、要は明日があるさというドラマに昔で、出演になった時に、はい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 、自分の見せ場だ、一番の見せ場だと思ってたところがなんか、うん、決定稿でなくなってて、あら準備稿であったところが、うん、でセリフも半分ぐらいになってたと、あらで新人マネージャーに、うん、なんでこうなったのか説明がなかったら俺出られへんわと憤りながら気持ちをぶつけたところ、なるほど、岡本氏が、はい、アンビリバボーの楽屋に突然来てということで、あら、うん、でウルルンとアンビリバボーってもうちょっと時代を感じるところもあるんですけれどもはいはいはい、マネージャーを楽屋の外に出し2人きりになってから、まあ、いろいろ言われたと、なるほど、いうことで、あ、まあ、このブログのオチではないんですけどもね、うん、吉本辞めることも考えたけれども、はいはいはい、そうすると岡本氏との唯一の接点も消えてしまいます、うん、ならばしつこく吉本にいて岡本氏に会うことにも会話を交わし、うん、私なりの攻め方で吉本を健全にするために尽力するが有効かなと思っています。あら、もちろん多くの芸人が吉本を辞めるモーションを起こしたら私も迷わず追随しますということで男らしい、もうそんなことまで明言するわけですから、ね、追随する、うん、あれ途中まで織田裕二かと思ったんですけど、いやいや俺、ね、これ言いたいのは一人だけ違う行動するのが男らしいのかじゃないんですよ。ですか、先にちゃんと自分の意見を明示することが男らしいことですから男らしいんですこれ、ね、そうなの、ね、そうなので、これ一般の方のツイッターで、うん、吉本を辞めた芸人が立ち上げた新事務所に清水圭だけが入れてもらえないとか、うん、そういうのが見たいんだよ俺はって、うん、確かに俺は見たいんだよと、うん、浅草橋ヤング用品店という番組でね、昔清水圭さん MC やられてて、あそうです、ね、時代感じるんですけど、うん、ポケットに両手突っ込んでもあな次の芸人来てみましょうみたいな、あ、はい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 、すごいよね。たら、うん、あれがあれ早すぎた半グレっていう、いやいやあんなことないです違う違う、あれはもう真っ当に、うん、なんかあの時代の空気としてそのかっこよい、うん、ファッションなんつうの、ああいう芸人さんとか憧れの対象だったわけでしょ。ああはい、そうそう、でまあ多分仕事しづらかったのかちょっとね善次郎さんと清水圭さんをそう見なくはなりましたけどもねえ、そういうことがあったと、そういうことがあったと、うん、ほう、
あとはね、まあ、我々はその加藤浩二さんがね、こう今いろんな動きがありますけど、どうなるのか、今日の時点では平行線みたいになってますけど、どうなんだよ、だよな。何ですかそれ。今ね、加藤さんのモノマネしようと思ったけど、ね、重いのか似てなかったか。びっくりするね、これ。すごい劣化版のタカさんみたいになってましたけどね。どうなったんだよ。だから、我々ね、加藤浩二さんみたいに、会社を辞めないでくれって言われる芸人を目指さなきゃいけないっていうのはね。そうだね。何考えてます。そっちですな。うん。我々なんかがね、何を言ったところで。うん、あ、やめるんだって言われて終わってしまいますからね。そうだね。そういうことですよ。どうしてって帰ってくるんだよ。そうだもんね。そうね。どうしてすらなさそうな感じなんでね。ないと思いますよ。これはもう意地でも僕はね、会社の中に残ってる、行きたいなと思ってました。いやいや、まあね、残れるかどうかは、ね、我々が決めれることじゃないですけども。あとね、はい、なんかね、浜田雅俊逃げへんよっていう見出しがね、ニュースでついてて、でこれが浜田さん、それだけの見出しで開くとさ、はい、そう吉本のことなのかなと思ったら、普通に番組の中のやり取りみたいなのを見出しにしてるっていう、釣りが始まってるわけですな。そうそう、まあ、ビューを稼がないとね、記者の人も仕事にならないっていうことで、まあ、そうだよな、悪質なレビューみたいなのがあるんですけど、うん、なんかね、そのダウンタウンさんのマネージャーが岡本さんで、はい、だったじゃないですか、元々。だからちょっとその岡本図ってのちょっと思い出しますけどね。あの浜ちゃんの息子さんのバンド、まあ、岡本図これもちょっとかかってくるっていう。ああ、なるほど。ああ、ね。ガキの使いに出てたんでしょ。出てたね。俺が見てないんだよね、多分その時代。俺もだいぶ昔でしょ。だいぶ昔のと、あのすごい今の風貌になってからのがあるね。ああ、そうなんだ。うん、あ、じゃあ俺がなんだ見てないのか、ちゃんと。ね。すごかったですよ。だから月亭方正さんになんかこう。まあ、ドッキリなのかね、よく分かんないけど、うん、ビンタかまして岡本社長が、おその後が喉はしっかりかましてからビンタしてて、ね、俺ね、田上彰の喉輪よりちゃんと掴んだんじゃないかなと思って、ね、それは見たいや、ね、でちゃんとそこで宮迫さんとかが笑いながらこう、いやいやいやみたいになってるっていうのがまたね、こう感慨深いんですけども、面白いよね。でね、パワハラギャグっていうのができなくなっちゃうな、本当にそのテレビとかでさ、そういう人がさ、いきなり怒るみたいなさ。そうだね。ねえ、もったいないよね。まあでもなんだろうね、まあこう時代がこうなっていけばまたそういう時代になるのかな、なんつうの、あったものが生まれてくるんだろうね。昔ほら、ウルトラクイズ、うん、お笑いウルトラクイズが、日村さんだったか誰かがさ、あの中尾明さんとさ、うん、柄本徹、親友の柄本さんね、そうそう、さんの二人どっちが演技うまいかっていうのをさ、うん、説教されるっていう、あ、なるほど、ね、選べてどっちなんだ俺と柄本、どっちがうまいんだっていうのね。昔ね、踊るさんま御殿に高橋英樹さんが出た時に、うん、で出川哲朗さんもなんか別の席にいて、うん、で出川さんが喋った時に、うん、高橋英樹さんが急に、うん、おい出川、うん、出川よつってなんか言うみたいなのあって、で一瞬さ、子供の頃だから芸人さんと俳優でなんか事務所も多分違うし、でもそういう感じなんだとか思ったら、高橋英樹さんグレープカンパニーに入るっていうサンドイッチマンの後輩になったっていうね、謎の動きが最近あったんですけど、ああ、そうなんだ。あれ親子でグレープカンパニーっていうね、会社に入ったんだね。だサンドイッチマンさんがさ、今こう宮迫さんとか亮さんの恩義をね、あの実は震災の時に義援金を何百万持ってきてくれてみたいな、あ、そうなんだ、ブログで書いて、本当に優しい人でみたいなことを書いて、うんうんうん、別にだからってその事件のことを擁護するわけじゃありませんよっていう、もちろんこうすることなんだけど、まあね、うん、それでサンドイッチマンさんはまた、はい、なんつうの、宮迫さんが窮地に追い込まれた時じゃなくて、ちゃんと会見を開いてお互いの言い分がなった時にちゃんとそれをブログで明かしたっていう、まあ、そうだね、これはまたすごいやっぱ男気があるみたいな、そう、誰に、あ、まあ、迷惑をね、限りなく誰もかけない形で言ったっていうのがなってる、サンドイッチマンの宣材写真、誰よりも反射みたいな ね、すごいですよ、あれはやっぱ怖いですね。で岡本社長もいいんですけどね、うん、ちょっと名前の似てる元冬樹さん、なんとね、娘さんに第二子誕生ということで、あら、おめでとうございます。初孫になったのが実は去年の8月ということで、あら、はい、ね、これね、去年の8月のブログを見たところ、うん、正真正銘おじいちゃんになりましたという、はいはい、今まで自分でちょっとおじいちゃんだと思ってたのかなみたいなとか周りに言われたのかなみたいな感じで、あ、ね、元冬樹さんのお孫さんがお姉ちゃんになったという、わ、こちらオフィシャルブログの方で明かしたということですね。ちょっと遅くなりましたけど、本当おめでとうございます、ね、本当ですね、これね、おめでたいニュースもありますから、あとね、丸山和也さんがね、あの弁護士の
丸山、ああ、はい、まあ今ね、北村弁護士とね、丸山弁護士ってのはかつて行列ができる法律相談所に出てて、まあ二大巨頭で、二大巨頭で、そこに橋本徹、すげえ番組なのあれ、橋本徹がすごいよ。で島田紳助さんがめちゃめちゃ無双で仕切ってて、フォローね、でフォロー役に宮迫さんもいてみたいな、すごい番組なんだけど、悪が強いね。悪が強いんだけど、悪じゃないですよ、悪ね。で、あの丸山弁護士が今さ、北村無双じゃないですか、その吉本のことに関してグッティとかでね、北村無双は出てますね。北村無双なんですけど、はい、丸山さんはなんと落選してしまったそうですね、今回。あーらしいね。で、うん、丸山穂高と名前が似てるから風評被害を指摘したところ、うん、丸山穂高議員が他人のせいにされるのはいかがなものかと、うん、ことです。でもね、うん、最初間違えられてなんかすごいツイッターっていうか、うん、なんか SNS 荒れたんでしょ、らしいね。うん、だからまあ、ね、だから勘違いしたまんまの人も、うん、まあいたかもしれないけどね、かもしれないね。それはゴルフの丸山茂樹は大丈夫だったのかっていうね。いや最近見ないけどね。いやまあまあそんなことかな。タレントとしてはね、そんな表に出てないのか出てるのか分かんないけど、うん、ねえ、うん、丸山穂高もねネタが尽きないよね。まあね、だって丸山穂高さんがさ、うん、別にエゴサーチすればなんか、うん、ネタいっぱいあるんだろうしね。吉本にも噛みついたみたいな、なんか最近ニュースやつ、そんなのもう見てないけどさ、もう何でも良くなっちゃったんじゃないもん。あと研ナオコさんがね、岡本社長の会見を見て、はい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 、バッサリ切ったっていうね。え、なんだこの記者会見、刀で刀で切った。違いますよ、分かんないから。その当時昔の芸能人は高倉健さんじゃないから、研ナオコさんだから。あ、そう、健さんだから。昭和の芸人さんは怖いからな。なんで研ナオコ語ること、なんだこの記者会見、質問に対して答えになってないとばっさり、うん、社長だったら自分ではなく全力でタレントを守れや、うん、ということで、はいはいはい、ここに来て研ナオコさん攻めたんだね。ごめんね。あとおにぎり芸人隊ね、松本人志さん弟の、あのおにぎりさん、うん、いやね、これがまあこのタイミングでなんかあんのかなと思ったら、うん、最近なんか6月末で芸人を辞めさせていただきました、16年芸人させていただきましたということで、実はね、エル上田同期なんですよ、おにぎりと。あ、そうなの。そうなんですよ。え、あ、顔は知ってたの、その学校の時とか。喋ったことあるよ。そうなんだ。で、俺は別、俺そんなさ社交性ないけど、おにぎりの方から、うん、なんかの時に一緒の時に声かけてくれた。知ってたんだろうね、俺知っててくれたんだろうね。強烈なキャラだからね。強烈なキャラだ。ニューロマンスってコメなのよ、ほんと。ああ、そうだそうそうだそうそう、ニューロマンスだ。そうだ、相方もすごいんだけどね。ああ、覚えてる覚えてる。だからね、一応同期がね引退するということで、ツイッターの方では、うん、僕はおにぎりが好きなんだなってつぶやいておきました。はい、はい、10いいねいただきましたね。大喜利がいいのか悪いのか分かんないんですけど、おにぎりじゃなくてね、大喜利だったということなんですけども、はい、おにぎりさんね。そして最後にね、はい、これはどこのニュースなんだ、海外なんですけど、海外、ね、レジ袋削減のために、うん、レジ袋に、うん、アダルトビデオ店っていうのを印刷したんですよ、うん、あるお店が。はあ、でつまりこれ、あ、カナダか、うん、で、まあ、プラゴミとかさ、あっちの方って結構問題になったりするじゃん ね、 ね。でそのビニール袋を削減しようとしたら、はい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 、その食料品店のレジ袋にアダルトビデオって思いっきり入ってるわけ。おう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 。でプリントしたら、うん、逆に人気爆発してしまったという。なんつギャグ商品ね、ロッケンロールみたいな。あらま、逆にね、逆にレジ袋がすごい、これあのみんな欲しくなっちゃった。欲しくなっちゃうね。俺もちょっと欲しいなと思っちゃったもん。まあかっこいいのかな。いや、かっこいい。外ででも使う、うん、別に、うん、別に話題になってるやさ、あの紙袋だってなるじゃん。そうかな。逆にアダルトビデオのさ、うん、袋ってさ、うん、アダルトビデオなんて書かないからさ、日本語だったら恥ずかしいのかな、アダルトビデオだったらカタカナで。あ、それもあるかもね。英語だからかっこいいのかな。それはあるかもしれない。日本語で、でもね、ひらがなだったらまたちょっと違うかもしれないな。いや、そうだね。ああ、だって働いたら負けとかさ、うん、T シャツあったりするじゃん。まあ、アニメのやつとかあるじゃん。わざとネガティブなことが書いてて、そうそう、あれ、それをあえて多分なんかね、アニメかなんかのやつとかだと思うんだけどな。そういうのとかも全然あるからな。うん、なるほど。だ、俺なんかがこう、うん、アグドラザブッチャの T シャツ着てるみたいな感じなのね。いや、そうそう、普通は恥ずかしくて着ない人もいる。ふざけんな。いや、いるよ。まあ確かにそうかも。そういう人もいると思うよ、そりゃ。ねえ、うん、なんか。どっからこじれちゃったんだね、うん、俺も。普通のおしゃれをしたいんだけどね。どっからこじれちゃったのか。どっから自分をこじらせちゃったのかな。なんだろうな。ね、ま
いろいろありますね。あと新助さんがね、大崎会長はやめたらそれこそ吉本潰れるでみたいな。あうん、まあとにかく行列メンバー強いよ。まだ北村弁護士、橋本弁護士、うん、丸山弁護 士、丸山弁護士は結構弱かった、あの落ちちゃったのは、うん、で新助さんでしょ、あで宮迫さん、東野さん、あ、ね、まあまあそう、磯野桐子さんね、磯野桐子さんね、うん、隅田弁護士は何でやってんだ、タレントか、見た弁護士はどうだろう、うん、うん、議員とかやってないでしょ、なあれこの、うん、そこまで行って委員会とかに出てそうなイメージ、あーそうだね、たまに見ますね、どうじゃないかな、うん、うん、なるほどね、まあそんなとこっすかね、あコメント欄でトラブル相手暴行かっていうのがあって、コメント欄でネットのコメント欄でなんか喧嘩になって、はあはあ、で実際になんか暴行した人が警視庁に逮捕されたんだけど、えどういうこと、ヤフーニュースの格闘技のコメント欄でこの格闘技が那須川天心対亀田光輝だと思って、うん、えどういうこと、えその時のコメント、うん、でどうやって出会ったのかまではここに書いてないんだけど、発端でインターネットのヤフーニュースに掲載された格闘技のニュースをめぐって利用者が投稿するコメント欄で、うん、面識のない被害者の男性と意見が対立して実際に会うことになり、初めて会ったその場で暴行したということですということで、マジで、うん、何それ狂犬じゃん、うん、格闘技見て熱くなっちゃうとかねあると思うんですけど会うまでに頭冷えるだろ、うんうん、だからとうとうネットを介してですよ、と昔はさ格闘技の会場、うん、スポーツの会場でさ乱闘みたいなのあったと思うよね、うん、あはいはい、今はさ警備員とか、まあ、今もあんのかな、いや今もちょっとあれじゃない、外に出てあんじゃないのかな、あ、まあ、警備員とかね昔よりは多く配備されてるはいるんだろうけど、フーリガンみたいのもあったわけだからよ、あの両国国技館の、ちょあの新日本プロレスのあの座布団が待ってるあのね、あれはフーリガンだ、あれ違うの、あれ早すぎた、そうじゃないの、あれはあれはなんか伝統あそうですか、伝統じゃない、あんな伝統じゃないわ、あれ伝統、しばらく会場貸してもらえなかったんだから、うん、その時に土下座じゃないかな、お辞儀して田中ケロってリングアナウンサーが、うん、まあ矢面に立って、うん、まあ、アントニオ猪木がね、うん、もう収拾つかなくて出てきてありがとうってさらにあのボードが悪化しちゃって田中ケロさんがこう甘え待って、うん、猪木さんカリスマだけどさ、うん、当時もちょいちょいカリスマが無効化してる時あるよな、あそうだよそういう人だからね、そこが面白いよな、暴動があると、そうね、はい、そうね、あまあいっか、なんで気になって終わるだろお前ね、そんなとこすかね、なしでじゃあ、うん、このぐらいで、うん、今日はおしまい、はい、といったところで、はい、また明日お聞きなさってください、はい、さよなら